見れば見るほどです。はい、緑のビニール傘さんからいただいております。まあこの間からのずっとお話続いておりますがね、また一つの展開があったということで、今朝お便りをいただいております。沖縄県普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、林農林大の、農林水産大臣、はい、正式に言うとね、は、沖縄県知事が出した作業停止指示を認めない方針です。国と沖縄県の対立はさらに深まります。結局国は沖縄県民の気持ちは何も考えてないんだ。国会議員の皆様、一度沖縄で暮らしたら良いと思います。沖縄県民の気持ちになってください。畳さんからいただいておりますけれども、対立はこれね、県とそれから政府の対立、深刻なものになってきました。しかし政府の方が横暴ですね。確かに普天間基地が今のままなのは危険です。だからといって強引に進めすぎです。なぜもっと早く話し合うという努力をしてこなかったのか、疑問です。クリオネブルドックさんからもいただいておりますが、沖縄問題こじれておりますが、結局人ごと的なこの雰囲気の方が気になります。ずっと言っておりますが、他の県がなぜ手を挙げないのか、我がふるさと島根県としてはぜひとも手を挙げていただきたい。人口流出による減少も歯止めが効かない今、産業としての基地誘致は絶対のチャンスだと、絶好のチャンスだと思いますという、今はこちらの方に住んでおられますけれども、島根県なんかどうや、いうな、もっと島根県民の人がもう提案をしております、おっぱい枕さんからいただいております。予想通り農水省は、沖縄県知事の指示を凍結をしました。理由はここで沖縄県の言い分を聞き入れてしまうとアメリカとの約束が履行できない、それゆえ大局的判断に基づいた、措置とのこと。珊瑚礁を破壊することで海洋生物に及ぼす影響は小さくありませんが、世界一危険な飛行場を移転しないことを天秤にかければこの決定は間違っていないと思います。しかしこの決定について農水大臣が不服申し立ての期限を定めないとしたことは行政手続き法に違反してませんか。このようなリップサービス的発言をするぐらいなら、沖縄県の言い分に軍配を上げればいいじゃないですか。魚政商店車両部さんからいただいておりますけれども、この一連の知事の要請も沖縄防衛局長の請求も何ら問題ない、法的に認められている範囲であろうからどちらも問題ないと思います。しかしまあこういう事態に至ったのはどちらも怠けていたからこんなありさまになったとも言える。国民の声を恐れて自分では何もしないで在日アメリカ合衆国軍に頼りっぱなし、その必要な土台と負担が沖縄に集中する。政府はお金を出しておけば金しか出さなかった結果出しておけばと金しか出さなかった結果議論が遅れた、その間に沖縄が切れた、まあ、どっちも受け身すぎるなと思います。大絶景バカ満点さんからいただいておりますが、まあこの、指示効力停止というさっきのね農水大臣の、はい、ことですが、判断ですけどね、はい、当然です。国防や密集した、市街地に滑走路がある危険よりも珊瑚が大切なんてバカの極みだと思います。何が目的なのか何がしたいのかさっぱりわかりません。まあ投票した人をバカの極みというのもなかなかラジコ時代には辛いですね。放送しててね、はい、暴れん坊公文さんからいただいておりますが、沖縄に対する政府の仕打ち許せません。気に入らない知事が当選すると補助金を大幅削減して圧力をかけて聞く耳も立ず、話し合いにも応じず、抗議行動も全く無視、結局地方創生なんてお題目だけでやりたい放題、もううんざりです。フクロウさんからもいただいております。冷静に、沖縄県の対応を見る限り今回の沖縄県また知事の対応はめちゃくちゃです。こんな知事や職員がいたら行政が大混乱ではないでしょうか。市街地にある複数の基地を撤去し辺野古へ集中することにより国民の生命安全を守ることを国は目的としております。沖縄県は代替案すら出していません。無責任です。オール沖縄を自称していますが知事に投票したのは有権者の 30% ということを自覚してほしい。なかなか厳しい意見ですが、まあ、しかし
有権者の 30% の結局意見しかないということを言われますと、うん、今の自民党は有権者の 25% の得票率しかないということなんで、はい、その辺で言うとなんかな、どっちもどうかなと思いますね、うん、うん、そもそもこの基地問題に関して中山さんの時も公約と違うじゃんみたいなとこがあって、うん、その反対の意を唱えてる人の民意がじゃあどこで投影されたの、うん、という不満も、うん、その反対派の人はね、うん、あるわけですよね、うん、まあ、要は選挙のね結果をやっぱりちゃんと重んじて、うん、はい、また後で出てきますが、やっぱ話し合いが大事だという、桑名のごまちゃんからいただいておりますが、沖縄の工事粛々と強行されています。国家権力の恐ろしさを感じます。この間テレビで見たんですが、大型ショッピングセンターのイオンや外資系のリゾートホテルなどが続々とやってきて、基地に頼るよりも雇用や経済効果が大きいと言ってました。その特集で見る限り基地に頼っているというイメージは感じませんでした。友和さんからもやっぱりそういうようなお便り、そしてこちらの方は、うん、名前がない方ですけれども、なんかこのニュースを聞いて戦時中の日本を想像しましたという、なんかこう強引に国が進めてくるやり方、亡きにしもアナルさんという方からもいただいておりますが、沖縄対政府ほんまやね、特定の県だけに施行する憲法第95条の特別法に関係することなんやから、地方住民の過半数の賛成が得られんかったらあかんなとあかんのとちゃうんやろかというようなね、はい、こういう手順の踏み方もある、うん、今回はこれどうなっとんねやというようなこととかね、はい、はい、いろいろいただいておりました、うん、まあ今回いろいろこう細かいところを見てみるとね、はい、うん、だから今だから言われてるのは国の決定と沖縄の訴えを照らし合わせてどっちがどっちっていう時にその判断をする人がやっぱり国なわけでしょ、うん、そうしたらまあもう普通に考えたら国の味方しますわね。それはまあな、うんうん、NHK だって安倍さんの言うことを違うことは言えんと、はい、政府の決定と違うことはそれはまたちょっと放送できんのやそれはまたちょっと違う、それはまたおかしい話なんです。そうですか、おかしい話なんですけど、ね、その話からすると国とまたね、うんうん、一緒のことになってくるでしょうね、はい、うん、そもそものその流れを見てみると、そのブロックに関しては去年そのいわゆる制限区域を示すブイとかフロートの重りっていうことで160キロぐらいの重さのアンカーを、うん、まあ、248個ですかこう入れたと、うんうん、でなんだけどそれが去年その台風があったんで、うん、流れちゃったと、うん、で流れちゃったんでその対応策として今年1月に新たにそのアンカーの、まあ、代わりっていうんですかね、うん、コンクリートブロックを、入れたんだけれども、その最初の去年入れたアンカーっていうのはだいたい160キロぐらいの重さのアンカーだったんですけど、入れ直したアンカーは10トンから45トン、うん、この重さの違いがちょっと今回問題にもなっていて、大小を兼ねるということで大きいものであれば今度は流されずに済むだろう、うん、アンカーの設置のとこに関してはリスナーさんからもご指摘いただいたんですけども、はい、前知事の時にこの辺りでこういうふうにちゃんとやろうやないかというふうな提示やなんかもね、うん、させてもらいますという、まあ、政府側から言った時に、いやいいですいいですっていうような、中山さんと中山さんと、はい、いいですと言ったもんやから、ええんならということでやってますという意見もある、はい、その国の主張で、うん、前の時に、その辺のところは、許可があるので、うん、重さはそこ関係ないと、うん。その後重さがどうとか言われてなかったから、うん、今回も問題ないって言ってるんだけれども、うん、沖縄側はそうではないと。軽微なものは許可は必要ないってしたんだけど、巨大なものとも OK ってすり替えてると。うん、なるほど。で、大きかったらサンゴも大変でしょうということで怒ってると。というようなね、それぞれまた皆さんも新聞とかいろんなところでね、うん、見てみて、それぞれの意見があると思いますが、69助さんもやっぱりこのままではずっと平行線やないかと。うん、こうやった、ああやった。はい、だから話し合いが必要なんと違うかということで、新聞なんか見たらお互いにまた理解を深めてどうのこうのって書いてあるんですけど、理解を
ちょっとどこだったかな、うん、沖縄県と意思疎通を図り信頼関係を構築していきたい、その一番の基本は話し合いなんでね、うん、だからさっきのリスナーさんの話もあったけど、うん、お互いの主張っていうのはそれなりのこう根拠があるので、どっちもまあ正しいのかもしれないけど、要はそこをちゃんと話し合ってこなかった、その、うん、ちょっと怠けてたところがあるんじゃないかっていう、うん、今までの経緯としてね、ということですかね、うん、はい、というまあ一つ、あの別の機能からよりも一つの段階を踏んできた、それに対するお便りでございました。の基地の建設を自然破壊だと言ってる方々はご存知でしょうか。これまで多くの米軍基地や関連施設が返還されていますが、返還された広大な敷地、特に演習場となっていた山林、これヤンバルはですね、返還後瞬く間に切り開かれて見る影もなくなっています。皮肉な話ですが、基地の是非は別としても、米軍基地になっていた場所の方が自然環境が保たれていたんです。またラムサール条約、登録し基地であるマンコの汚染も進んでいるというのに、そちらの方はどうなっているんでしょうかというようなね、うん、これもういろいろ感じる皮肉なもんですよね。これはもうこれも絶対事実ですし、今ちょっと様子が変わってきましたけれども、うん、あの北方領土なんか、四島、北方四島のなんかも、はい、日本に返されなかったおかげですごい自然が残ってるっていうんです、うん、あれがもし日本に返還されたら瞬く間に開発が進んでですね、はい、あの自然は保てないだろうというようなことも、うん、この北と南で両方何かそんなようなことも今言われてますしね、はい、まあ、私も昔沖縄行った時なんかはサトウキビ畑作るだけでね、雨の時なんかザーッと流れてサンゴがね、えらい目に遭っているという、はい、そんなことも聞きました。いいことプラスアピタピアゴの火曜特売、10時をお知らせします。だから過去にそういうデータなんかもあったりなんかするわけでしょ。だからそこを話し合って、要は、その、まあ、基地をどこにするかって問題はまああると思うんですけれども、基地とかそういった近代施設をこう打ち立てていくときに、どうやってサンゴを最大限守っていけるかっていうところの配分を一番いい形でやっていくには、やっぱそういった話し合いだから、いや過去にこうやってやった方がサンゴは結果的に残ったじゃないかとか、うん、そういったことを話し合いながらベストのところを選んでいくっていうのは、やっぱり話をしないと、うん、言い分だけをお互いに主張してるだけではなかなか、ね、その辺。そうですね。で、どっちもやっぱ犠牲にしなきゃいけない部分って人間が住んでいくには必要だと思うので。うん、ね、まあ、本当に今本島の話から言うならばね、はい、一回潜ってみた方分かると思いますけども、やっぱこう潜らずに見てるとね、やっぱり下がサンゴ礁でできた白い砂ですから海はきれいに青いですけども、潜ってみるとね、もうサンゴほとんどないですよ、うん、本島のあたり ですから潜る人なんかケラマまで渡るとか、久米島とか宮古、はい、それから石垣、西表、はい、あっちの方に行くんで、本島は本島ですよ、本島の方は島ね、はい、普通の海水浴は楽しめますけども、うん、シュノーケルでも何でも潜ってみたらなんかあかんね、うん、あ、こんなにもなくなってしまったかと思うぐらいの海の底ですよ。ね、で、情緒だけの問題じゃなくて、この間私読んだ本でちらっと紹介もしましたけど、そのサンゴってもう何万年もかけてしかあそこまで育たないサンゴ礁で、そこで暮らす海洋生物だって影響を受ける、そのサンゴ礁がダメになることによって影響を受ける別の生物っていうのは4分の3だっけ、なんかすごい量ってことでしょ、うん、でそうするといろんな生態系が崩れてくると、人間だって困ることにはなってくるわけで、うん、だから感情だけの問題でもないね、うん、100%、うん、目先はまあええかと思うんでしょうが、うん、じわじわといろんなボディーブローのように効いてくる問題ですよね、はいはい、さあ10時になりました。今度はこちらでございます。